黒ラブがいるじゃん。かわいい。黒のラブラドールだよ。あ、かわいい。ちょっと。最高か？はい、ストロークのワールドツアー、まだ鼻声なんですけど、やっていきたいと思います。わ、もう景色も最高じゃん。かわいい。前回ね、ボッシュが、マッドギアの拠点から、なんか多分お金の入ったハンドバッグをかっぱらっていって、で、偽物作ってなんとかその場をしのいでる感じなんですけど。次やるのが、まあ、とりあえずマッドギアに会うっていうところか。なんかね、次やるのがチャプター4なんだけど、なんかチャプター3の方にもなんか、クエスト残っててね、ボッシュの行方はまだわかんないので、ひとまずマッドギアからの依頼をこなそうって書いてあるから、なんか一旦マッドギアの人たちに取り入るのかなって感じですね。じゃあ行ってみよっか。うわ、エリザ。やっほ、おーてめえ、ちゃんとカバンを持ってきましたってか？てか待って、周りにね、マッドギアのチンピラがうようよいるんだよ。やるじゃねえか、感心感心。じゃあ帰っていいぜ。扱いが雑なんよ。って言うと思ったか、このボケ数が。なんだって？逆にそう簡単に返してくれないってことか。あー、はいはいはい。戦うんですね、エリザと。エリザとなんか、赤レギンスの男が、いますね。はい、エリザちゃんごめんね。スポブラ仲間のエリザちゃん。前回さ、私さ、あれと間違えた。マリーザと間違えたわ。あとは男だけだな。あ、うわ、なんか巨漢やってきた。はい。いいぞー。なんかどんどん湧いてくるんだけど、いつ終わんのこれ。はい、 KO。 湧きすぎだからね。お、なんなんだよ。あ、ハンドバッグがある。てめえはよ。ヤンキーだなぁ。カバン返せって言ったらよ。私ちょっとニヤッとしてない？あ、そっか、確かに確かに中身ないもんね。完全に抜けてたそれ。お、何、人外？メトロシティ。やば、何これ、なんて読むの。スラッシャーダム。わざわざカバン持ってきてくれたんだろう。誰、ボス？俺が話を聞いてやる。すげえ、上から話しかけてきた。ちょっと谷間が見えすぎて。でもさ、都会行ってさ、どうせ仲良くなるんでしょ。あ、ほら、もうピンクのマークついてるもん。こんにちは。あれ？さっき見た時より意外と普通の体格だな。で、お前は何なの？いやいや、こっちが聞きたいよね。俺たちの取引を襲ったのはボッシュとかいう野郎だろ。お前は共犯ってわけじゃないな。だったら一緒に雲隠れしてるはずだもんな。ひゃひゃひゃ。意外と話せばわかる系だな。そう固くなるなよ。俺はお前を買ってるんだぜ。あ、買ってるんだ。嘘じゃねえ。お前は俺の部下に勝った。俺はな、勝つやつが好きなんだ。あ、やっぱ肩幅えぐいな。だからボシュのこともちょいと認めてはいるんだよ。お前たちみたいなのが手下に欲しいなーってね。なんかやっぱスト6みんなキャラ可愛いわ。優しいわ。そのサングラス取ったら意外とね、可愛いつぶらな瞳なんじゃないの。まあ、ともかくだ。こうして知り合えたことだし。LINE 交換する？一つ頼まれてくれてんかな。はい。すげえ、髪の毛ブドウみたいになってる。なーに悪いことしろってんじゃねえ。昼間の調べ物でね。嘘じゃねえ。はい、そう嫌な顔すんなよ。ちょいと手伝ってくれりゃ悪いようにはしねえ。頼むぜ。何を調べるのかはそのあたりの部下から話を聞いてくれや。頼むぜ。まったくお使いゲーなんだから。じゃあ一緒に写真撮ろう。お、連携技だ、連携技。これ斜めにしてさあ、いいじゃん。くっそ仲いいでしょ。はい、チーズ。もうマブ立ちでしょ。で、手下ね。なんだ？ダムドさんの手伝い。ああ、あれか。この街で格闘大会が開かれるかもって話知ってっか。もうそれ出る流れじゃん。あれを中止しろって脅迫があるらしくって。ああ。そのことを警官に聞いてこいって。
私たちじゃポリスもお話なんかしてくんないからな。え、じゃあ無茶ぶりじゃん。ダムちゃん何やってんの、無理だって。で、テキーラさん、すげえな、そのお腹の入れ墨痩せたらどうなるんだろうな。おい、ダムドさんの手伝いで警察に話を聞いてきてくれるって。夜はポリスの連中も気が立ってるから昼間に行くんだぜ。まあね、残業とかしてるとイライラするよね。わかる。はい、いたよ警察。マットギアたちはその格闘大会やりたいってことなのよね、きっと。こんにちは。あ、女性だ。あーん。スタジアムの脅迫、もちろん捜査はしてるよ。誰が脅迫してんだろうね。いたずらってことも多いけど、中にはそう思えないのもあって、東のマスターズ財団ビルのあたりに大会を中止しろってビラが貼られたりね。あ、そうそうそう、あの動画に載せてないけどね、なんかでっかいビルがあってね、なんかその前になんかね、人がいっぱい集まってた。はい、ビリー。なんだ？また会ったね。うん？スタジアムのこと？町の西にね、マイク・ハガー記念スタジアムってのを作っているんだよ。そこの落成記念に大々的に格闘大会を開こうって計画があるんだけど、うん。それを中止しろって脅迫が時々あってね。なんでだろうね。あったあった。ほら見て、でっかいでしょ？でっかいビルがあるのよ。国会議事堂みたいな。道路を渡るときはスピニングバードキックで行くこと。スピニングバードキック！すごい余談なんだけどね、さっきね、初めてね、オンライン対戦やってね、初めて勝った。やったね！でね、相手にね、高評価ボタン押したらね、押し返してくれた。はい、ここですね、人めっちゃ集まってる。ライオンズマンションかな？ああ、これ。マイク・ハガー記念スタジアム、格闘大会に張っている。計画を、する。ところどころ破れていて読めない。ジェイコブ。ああ。そこの張り紙なら剥がしたよ。内容は忘れたな。なんかもっと丁寧に剥がしなよ。もう超力技でやったでしょ。同じようなビラならスカイウォークレーンでも見かけたよ。気になるならそっちを探してみれば？まあ私もアマゾンの段ボールとか超雑に引っぺがすけどね。いや、暗。あ、そこね。ここちゃんと貼ってあるな。マイク・ハガー記念スタジアムにて予定されている格闘大会には犯罪組織が関与している。ん？その犯罪組織がマットギア？計画を中止しない場合、観客に危害が及ぶ可能性があることを警告する。市政と犯罪組織の癒着を監視する。行動する市民の会。監視する、行動するって。剥がせばいいんじゃない？うん。綺麗に剥がしたね。ジェイコブとは大違いだ。わあ！ああ、びっくりした。落ちるんだ。落ちるんだね。うわ、めっちゃ標識曲がってる。平和島静雄がいる。あ、いた、ダムちゃん。ダムちゃんに脅迫ビラを。渡すそうです。はい、ダムちゃん。ヤッホー。よう、例の件調べてきたか。はい。犯罪組織の関与だと。もうめっちゃ綺麗に剥がしてきたから。おいおい、あのハガーが有名ファイターを招待しようって大会だぜ。もうハガーのこと知らんしな。俺たちであれ、他であれ、そう簡単に関与なんてできるもんか？じゃあマットギアじゃないんだ。この市民の会ってのがデマ流して大会を妨害してやがるんだな。本当に？なんか他の犯罪組織とかもなく？本当に悪いのは善良な市民に見える人たちみたいな。俺たちのせいにされたらたまったもんじゃねえぜ。そっか。それはいかんな。ねえ、ダムちゃん、こんなにいい子なのにね。ねえ、ダムちゃん。あ、ルークからメッセージだ。レイコマル、その後どうだ？ちょっと前、ボシュから連絡があったんだが。あ、あったんだ。聞いたぜ、二人して夜の街をうろついてギャングに絡まれたんだって。強くなろう。ねえ、早いって。どんだけ打つの早いん？何？メモ帳に全部打ってから小分けにして送ってきてんの？強くなろうなんて考えてるとそういうこともあるもんだし、俺もガキの、自分は、チンピラと大差なかったんで偉そうには言えねえが。ま、気をつけてくれよ。ん？ボッシュ？確かイギリスに行くとか言ってたかな。なんでさ、探さないでください的な態度取ってるのに、ちゃんと報告してんだろう。じゃあイギリスに行くのか。いやーでもなんか大金持って、
海外逃亡ってなんかすごいめちゃくちゃ悪いことした人みたいだな。チャプター5来たね。ふん、一発やるかい。え、じゃあちょっとだいぶ怖いけどお願いします。いいね、今日は勝つぞ。さーて、前回は確か余裕で負けた気もするが、あ、今回は勝ちたい。お、いいんじゃないか。必殺も使っていきたい。マリちゃんに教わったなんちゃらなんちゃら、ダンデライオンだかファランクスだかを使っていきたい。ドラパクはまだ、ドライブインパクトとかはまだ使えない。あ、待って、勝ちそうじゃね。やべ、勝ちそうかもしんない。あ、でも油断できない。やだ、怖いよ。スピニングバード強だな私。ちょっとこいつスピニングバードチューダーとかって言われちゃうから怖い。やだ、このままいけ、このまま。あ、やばい、死にそう。いい勝負、かなりいい勝負。よし、あ、よっしゃ嬉しい。ルキウスでっけー。ルキウス立つとあんなにあるんだ。3メートルぐらいあるんじゃん。いやだ、うん、えい、はい、RT を右の後ろのボタンを押しながら攻撃すると強いって教わったんだ。おらー、あ、すごい、なんか強そうなんでた、嬉しい。やだねー、そう、金ピカに光るのやめて。うん、やだやだ、ちょっと待って、ちょっとなんか、うん、待って、やだ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 、やめ、前年早かったね。いや本当に、まあ、こんなでっかい女に勝てると思わない方がいいよね。イギリス行こう、イギリスもうイタリアなんかいられないわ。イギリスキングストリートだって。雨の国イギリスの霧深い大通り行きましょう。雨降ってんのかな。ユナイテッドキングダーン、わー、なんかハリーポッター感あっていいな。あ、募集じゃん、募集。嘘だろなんでここに。偶然会いすぎじゃない、うちら。どうしてだよ。いや、こっちが聞きたい。お前とはもう関係ないって。え、なんでさ、一緒に仲良くなんてできないって言ったのに。うん、あ、そういうことか。だから連絡くれなかったんだ、イギリス行くって。ほら、大事なマイナンバーカードを落としたよ。よりにもよってこんな大事なものを落とすなんて。なんだ、なんか可愛いバイク乗ってる。なにこれ、怖っ。わー、なんか急に世界観違う人出てきた。すごいサイバネティックな人が出てきた。お、素足。え、かわいい、新キャラだ。うわっ、エッチなお姉さんだ。え、私が先回りしたんだね。何、ルリジュリか。あ、やべ、お洗濯できた。あ、待って、お洗濯できちゃった、どうしよう、あとでいいや。ああ、ボシュになんてことするの。お、なんかタケノコの里ついてる。ヤングのもの取ったやつを、はい、そうですかって。うん、逃がすわけねえだろ、怖っ。諦めるわけにはいかないんだ。やめろよ、笑わすのは。いじめたくなっちゃうだろ。またちょっとペコパみたいなポーズしてきた。ペコパリスペクトあんのかな、スト6。勝てなくても仕方ない。あ、やだ、ちょっと待って、ボシュが一緒に戦ってくれる。オッケー、あいにゃ、ジュリか、やっぱり。うわー、縦回転してきたこいつ。ちょっと待て、おい、タコ殴りじゃ、必殺タコ殴り、
そんな名前じゃないか。え、怖っこの人。待って、あ、待って、よく見たら死にそう私。あ、やべ、油断した。負けていいんだ、負けていいやつだ。うわっ、で、そっちのは何なわけ。半殺しで連れてこいって言われたのはボシュちゃんだけど。もうダメだ、人間としても見られてないこれ。こっちは面倒だから全殺しにしちゃっていいのかな。半殺しという言葉があるから全殺しという言葉が生まれてしまう。関係ない、こいつはただ忘れ物を届けに来てくれただけなんだな。何その、優しくしたりしなかったり、翻弄してくる。ありがとうな。本当にわざわざ。え、なに、なんか渡した、なにこれ、チップ、何渡したの。ほら行くぞ。ね、なんでそんな蹴るの、かわいそうじゃん。蹴りすぎなんだけど、かわいそう。え、え、2人乗りしてったってこと今。すごい力じゃない。はい、ボッシュに手渡されたデータカード、特殊なプロテクトが施されている。メモリチップ2ギガってところかい。イギリスにて。あ、メッセージだ。マジ、イギリスまで行って、ボシュとたまたま会っただけだ。そうか、ボシュがそんなことに。気にするなと言っても無理だろうが、今のお前たちじゃどうにもできない相手だったんだ。それでどうする？よくわかんないことに巻き込まれてひどい目にあった。だからここでやめてもいい。え、もう街の殺しが怖くないぐらいにはなっただろうし、入門コースならここで終了だけど、俺としてはまだ続けてもいいと思うんだ。レイコマルが感じた強さとは何か、それを探す旅をさ。そうだな、例えばちょっと気分を変えて明るい土地はどうだい。めっちゃふわっとしてる。それで何か珍しい土産でもあったら一度それを持って会いに来てくれよ。明るい土地って何。ルークの連投技術がね、どんどん向上してってる。いやマジさ、ルークにはイギリス行くって連絡したのに私にはしてくれなかったんだよな。仲良くできないとか言ってたけど、データチップぐらいは郵送で送ってほしかったな。マジすれ違ってボコボコにされただけなんだけど。はい、チャプター6。